マージョリー・テラー・グリーンは、アメリカ合衆国の政治家、実業家、陰謀論者、共和党所属の下院議員、極右派のトランピアンとして知られる。2020年11月に当選し、2021年1月3日に就任宣誓を行った。ピザゲート、Q アノン、偽旗の銃乱者事件、アメリカ同時多発テロ事件陰謀説といったすでに反証されている。 極陰謀論を支持している。また、議員立候補前には著名な民主党政治家たちの処刑を支持していた。2020年大統領選挙では、ジョー・バイデンに敗れたトランプが結果を覆そうとする試みを支持した。選挙人談病の集計時には、他の共和党議員とともに、バイデンが獲得した票の承認に異議申し立てを行ったが、却下された。 結果に反してトランプが圧勝したと主張し大統領就任の翌日にバイデンによる権力の乱用を主張して弾劾条項を提出した。会員はグリーンの過去の先導的で暴力的な発言を理由として全委員会の役職からのグリーンの除名を決議し2021年2月4日の投票で11人の共和党議員が除名に賛成した。 ジョージア州ミレッジビルでロバート・テイラーの娘として生まれる。1992年にジョージア州カミングのサウスフォーサイス高校を卒業し、1996年にジョージア大学で経営学士号を得て卒業する。2019年の生命と2021年2月4日の会員での銃の権利と学校での銃撃に関する。 自身の立場を説明するスピーチでグリーンは1990年9月に発生した武装した学生による5時間に及ぶ人質事件の影響があることをほのめかした。彼女は私が11年生の16歳の時、私の学校は銃禁止区域で、私の学友一人が銃を学校に持ち込んで学校全体を人質に取ったので、それがどれほど ひどいことか理解していると語った。グリーンの父のロバート・テイラーは、ジョージア州アルフレッタを拠点とする建設会社テイラー、コマーシャルの創設者であり、2002年に彼女とその、夫のペリーに会社を売却した。夫婦はそれぞれ会社の副社長と社長を務めている。グリーンは2007年から2011年まで会社の CFO であった。 テイラーコマーシャルは住宅のリフォーム及びサイリング受けを業者として区分されており2020年の新型コロナウイルス流行の際は給与保護プログラムにより中小企業庁から122,300ドルを受け取った SBA はテイラーコマーシャルがこの資金で12人の雇用を維持できることを示した 2020年7月の共和党の討論会でグリーンの対立候補である脳神経外科医のジョン・コウアンはパンデミック中の救済基金の重当に反対していた彼女が PPP を利用したことに疑問を呈した。2011年にテイラー・コーマーシャルの CFO を辞任したグリーンはクロスフィットをはじめソーシャルメディアへの投稿とポッドキャストの配信を開始した。2012年までに グリーンは、ジムチェンバーズが所有するアルファレッタのジムのクロスフィット・オン・ザ・ムービーでパートタイムコーチとして働いた。2013年8月、グリーンは、アルフレッタにクロスフィットのジムのクロスフィット・パッションを、当時22歳のトラビス・メイヤーと共同で設立し、後に売却した。2017年からグリーンは、陰謀論系のニュースサイトである、アメリカントゥルース・シーカーズの 特派員として59件の記事を執筆し、また2018年からは、ローエンフォースメントトゥデイで27件の記事を執筆した。2017年に、グリーンは、共和党の重規制の妥協に抗議するために、ワシントン DC を訪れた。グリーンは2018年1月に設立された、保守系団体のファミリーアメリカプロジェクトの幹部であった。彼女は、民主党への脅迫。 オバマ夫妻への偏見。アメリカ政府には共産党員が侵入しているというジョン・バーチ・ソサイティの主張を含む様々な陰謀論の指示などを表明する同団体のフェイスブックグループのモデレーターであった。グリーンは当初はジョージア州第6選挙区から立候補していた。2019年12月13日、第14選挙区現職であったトム・グレーブスが再選を目指さないことを発表した後、 グリーンは選挙戦をそちらに移した。この地区はチャタヌーガ大都市圏からアトランタ周辺までのジョージア州北西部の多くを含んでいる。2020年3月2日、ジョージア州共和党は選挙戦資金として5220ドルを提供した。2020年2月29日、グリーンはジョージア州ラファイエットで開催された10の権利集会に ジョージア州共和党への影響力を浸透させようとする極右団体アメリカンパトリオッツ USA ととにに出席した。同団体は極右団体アメリカンブラザーフットオブパトリオッツやジョージア州のアメリカ合衆国からの離脱を提唱する極右民兵ジョージア3%マーターズと同盟している。集会でグリーンはアメリカンパトリオッツ USA を掲げ 二度の週刊歴があるクー・クラックス・クランのメンバーのチェスター・ドーレスと写真を撮った。2020年9月19日、グリーンはジョージア州リングゴールドで開催された銃の権利集会に参加した。集会ではジョージア3%マーターズが警備を協力した。グリーンはドナルド・トランプの強固な支持者として選挙運動を行い、アメリカを救え、社会主義を食い止めろ。 というスローガンを掲げた。予備選挙の数日前、Facebook は利用規約違反を理由にグリーンのビデオを削除した。ビデオで彼女は AR-15 ライフルを持ってアンティファのテロリストたちにジョージア州北西部に近づくなと警告していた。最初の予備選挙を勝ち抜いたグリーンは決選投票でジョン・コーアンと対決した。ウォーカー軍共和党が講演した7月14日の 討論でグリーンはアメリカで仕事をすることがすべてであり、事業主としてアメリカで数千もの仕事を生み出したと主張した。8月11日、グリーンは決選投票で勝利した。ジョージア州第14選挙区は共和党が強く、彼女は本選挙でも議席獲得が有力とみなされていた。第14選挙区のクックパルチザンボーティングインデックスは R プラス27であるが、これはアメリカ全土で10番目、東部時間地域では3番目、ジョージア州内では隣接する第9選挙区に次いで共和党が強い地区である。また、2012年にはリフられて、以来、第14選挙区で得票率が30%を超えた民主党候補者は存在しない。トランプは2016年の選挙ではこの地区で75%の 得票率だったが、これは全国で8位の成績であった。グリーンの決戦投票での勝利の翌日、トランプは彼女への支持をツイートし、彼女を万事に強く、決して諦めない、本物の勝者である、未来の共和党のスターと評した。グリーンは民主党候補の IT 専門家のケビン・バン・オースダルとの対決が予想されていたが、彼は2020年9月11日に選挙戦からの 撤退を表明した。これによりグリーンは対抗話で本選挙を迎えることとなった。2020年9月3日、グリーンは自身のフェイスブックページでアレクサンドリアお菓子をコルテス、イルハンオマル、ラシダ・タリーブの隣に AR-15 ライフルを持った自分を並べた画像を投稿した。彼女は強い保守的なクリスチャンが 私たちの国を引き裂こうとする彼女ら社会主義者に対して攻撃する時が来たと描いた。画像の下のキャプションにはスクワットの最低の悪夢と書かれていた。会員議長のナンシー・ペロシはこのミームを暴力の危険な脅威と表し、オマルは殺害の脅迫を引き起こすと主張した後に削除を要求した。ミームが脅威か否かであるかについてのフォーブスの質問に答えたグリーンのスポークスマンは 要求を妄想的で馬鹿げている陰謀論と評した。後日、Facebook によって暴力扇動の規約違反を理由に、ミームが削除されるとグリーンは、就任先生をする前に、私を潰そうとしたと主張した。本選挙でグリーンは、得票率74%で勝利した。投票用紙に名前が残っていたバム・オースダルの得票率は25%であった。グリーンは、 共和党員としては、史上二人目となる女性のジョージア州、選出会員議員となった。史上初であったカレン・ハンデルは2017年の特別選挙で第6選挙区で勝利したものの、2018年の通常選挙では敗れた。したがってグリーンは、ジョージア州で初めて通常選挙に勝利した女性の共和党員である。2020年の選挙から数日後、グリーンは、 夫のペリーのフロイト軍の投票記録から詐欺が発覚しと主張し、ソーシャルメディア上に私の夫は決して不在者投票を要求しなかったが、彼が投票所に行くとすでに不在者病を受理していると言われた。でも彼は不在者投票を要求したことも投票に行ったことも投票用紙を送ったこともない。もう一枚の投票用紙は何だったのと書いた。 フロイド軍の主任選挙管理官、ロバート・ブレーリは、アトランタ・ジャーナル・イコール・コンスティチューションの記者に、別の投票用紙は存在せず、手順に従って取り消されたと説明し、彼は23日に宣誓供述書に署名して、投票を許可された。彼は一度だけ投票したと述べた。支援者立候補したグリーンを支持した著名な、共和党員には、会議員のジム・ジョーダンとアンディ・ビックス。 トランプの補佐官のマーク・メドーズが含まれた。メドーズの妻のデビー・メドーズもまた支援者であり、事務局長を務めるライトウーマン・パックは、彼女の選挙戦に17,500ドルを寄付した。その他の支援者には、ヘリテージ財団理事長のハーブバン、アンデル・ヤビーや弁護士で、陰謀論者のエルリン・ウッドがいた。グリーンはさらにフリーダム・コーカスの選挙資金、調達部門である。 ハウスフリーダムファンドの支援を受けた。会員少数党員内総務のケビン・マッカーシーに宣誓をするグリーン。グリーンは2020年大統領選挙でトランプがバイデンに敗れたにもかかわらず、就任当日にトランプが勝ったと書かれたフェイスマスクを着用して会員に出向いた。選挙人断病の集計の際にグリーンはミシガン州の票の集計に異議を唱えたが、 上院議員の署名を得ていなかったために却下された。2021年1月6日のトランプ支持者たちによる議会議事堂襲撃に対してクリーンは暴力の集結とトランプ大統領への支持を呼びかけた。クリーンは襲撃を受けて避難する際にはフェイスマスクの着用を拒否し、またトランプの弾劾が議論されている間に民主党は彼らのレトリックに触発された。 政治的暴力について責任を問われなければならないとツイートした。これを受けて民主党会議員のジェイソン・クロウは彼女を道徳的に破綻した、堕落した、率直に危険と呼んだ。グリーンはバイデンの就任翌日の2021年1月21日に権力の乱用を理由に彼の弾劾情報を提出した。ニュースマックスのフレックケリーとのインタビューでグリーンは バイデンが大統領の権力を乱用し、外国政府、中国のエネルギー企業、そしてウクライナのエネルギー企業に簡単に買収されることを意図ないと主張した。2021年1月27日、会議員のジミー・ゴメスは、以前にグリーンが民主党員に対する暴力を呼びかけていたという報告を受け、彼女を会員から除名する決議案を起草したことを発表した。 会員議員のジェイク・オーキンクロスも、また議員仲間に対する暴力的な脅迫を理由に、グリーンの辞職、または除名を求めた。2021年1月28日、会員の民主党議員に対するグリーンの脅威が明らかとなり、会員議長のナンシー・ペロシは、会員の敵と安全対策強化の必要性に言及した。さらにペロシはグリーンが、 アメリカ各地で発生した学校内従乱射事件が絶造であると主張しているにもかかわらず共和党指導部が彼女を会員教育労働委員会に加えたことを批判した。2021年1月29日、会員議員のニケマ・ウィリアムズとサラ・ジェイコブスは民主党議員たちに脅迫的なコメントをしたグリーン対する非難決議を発表した。決議にはグリーンへの辞職勧告が含まれた。 グリーンは選挙前の先導的言動を理由に除名される以前は予算委員会と教育労働委員会の一員であった。2021年2月4日以降、2021年2月4日以前、グリーンは2021年1月3日の就任初日に議会のオフィススタッフであるチームグリーンと過ごした。2020年の共和党予備選挙での勝利後に、 グリーンはツイッターで共和党エスタブリッシュメント、メディア、そして求心左派は数ヶ月と数百万ドルを費やして攻撃したと主張した。彼女は右側に引っ張ることを続けるつもりであると述べた。グリーンは妊娠中絶に反対している。2020年8月のフォックスニュースのインタビューで彼女はプランドペアレントフットへの指揮に援助中止を主張した。 グリーンは2020年9月にジョージア州リングゴールドで開催された憲法修正第2条に賛成する集会に参加した。集会で彼女は銃所持者の権利を常に保護し、人々が銃を所持することを困難にする法案には賛成しないと述べた。彼女は政府は私が所有できる銃の数と誰かが私や子供を攻撃した場合に発射できる弾丸の 数を教えることは決してないだろうと表明した。2020年9月、グリーンはキャンペーン広告で使った AR-15 ライフルをプレゼントする意向をツイートした。2020年7月、グリーンはツイッターで子供はマスクを着用するべきでないと述べ、疾病予防管理センターやその他の公衆衛生専門家らによる勧告を拒否した。彼女は コロナウイルスのパンデミック対策のために合衆国議会議事堂に課せられた規則を民主党の先制的な統制であると主張した。彼女はパンデミック対策のためのあらゆる携帯のマスクの着用の義務か予防接種の義務かロックダウンに反対している。グリーンはツイッターでマスク着用は抑圧的であると表現し、彼女の態度を不穏と評したアメリカ国立アレルギー。 感染症研究所所長のアンソニー・ファウチからの返答を促した。グリーンは2021年の議事堂襲撃事件で他の議員たちと避難部屋に入る際はマスクの着用を拒否した。グリーンはブラック・ライブズ・マター運動に否定的であり、彼らは過激なマルクス主義者の集団であると主張した。ビデオで彼女は BLM 活動家と2017年8月に バージニア州シャーロッツビルで開催されたユナイトザ・ライトラリーに参加した白人市場主義者を比較した。ビデオの一つの締めくくりでグリーンは今日のアメリカで最も虐げられているグループは白人男性だとコメントした。ポリティコが入手した音源でグリーンはシャリアを信じるムスリムは誰も政府に属していないと述べていた。彼女はアフリカ系アメリカ人は 民主党の奴隷にされていると主張した。黒人、ムスリム、ユダヤ人に関するグリーンのコメントは、共和党下院指導部、全国共和党議会委員会会長のトム・エマー、共和党ユダヤ人連合から非難された。グリーンは2018年の中間選挙で、ムスリム系女性のイルハン・オーマルとラシダ・タリーブが当選したことについて、我々の政府に対するイスラムの侵略の一部であると、 主張した。2019年2月、グリーンとその支持者たちはクルアーンを使って、就任宣誓を行ったオマルとタリーブに対して、聖書で宣誓をやり直させるために、議会オフィスビルを更新した。グリーンは宣誓の際は聖書を使うことが義務む、付けられているという、誤った主張した。グリーンは、ドナルド・トランプ元大統領の強力な支持者である。 2021年1月4日、彼女はジョージア州における大統領選挙の結果を承認拒否することを求めた。グリーンはそうすることで自分自身や他のジョージア州共和党員の議席に影響が及ぶことについて尋ねられると大統領選について話しているだけだと述べた。ドナルド・トランプが二回目の弾劾訴追を受けると、グリーンは大統領就任の翌日の一月十一日に ジョーバイデンの弾劾条項を提出した。グリーンに賛同した者は一人もいなかった。陰謀論を公然と支持するグリーンは、議員就任前から物議を醸す、先導的言動を繰り返していた。グリーンは、ミリシアの団体との関係を持つほか、トランプと対立している、ディープステートの一派である民主党政治家や FBI、捜査官の死刑執行を要求していたことが、報じられている。 選挙の一週間前の2020年10月27日、重活動家のクリス・ドールトンのインタビューでグリーンは、視聴者に対し、自由を取り戻す、唯一の方法は、地の代償を払うことだと語った。2021年1月29日、ニューヨーク・タイムズがミはスリー・パーセンターズや、オース・キーパーズを含む過激な民兵グループに対する、グリーンの支援や、過去の関係の詳細を報じた。 そのグループのメンバーの一部は2021年、アメリカ合衆国議会議事堂を襲撃事件に参加していた。民主党員と FBI 捜査官の処刑を、主張グリーンは2019年1月の Facebook ビデオで死によっては捨てられるのは反逆罪だ。ナンシー・ペロシは反逆罪で有罪だと述べた。グリーンはペロシが国境の壁に反対し、 アメリカ市民ではなく不法滞在者に放仕していることを理由に彼女を反逆罪での弾劾を求めるホワイトハウスへの弾丸を宣伝するためにビデオを作成した。2019年2月のフェイスブックのライブ配信ビデオでグリーンはペロシが裁判にかけるまでもなく反逆罪で死ぬか投獄されることを提案した。グリーンはその後 民主党の会議員のマキシン・ウォーターズに対しても、ナンシー・ペロシと同様に反逆罪で有罪であると主張した。2018年と2019年のグリーンのフェイスブックアカウントで、バラク・オーバマ元大統領、ヒラリー・クリントン元国務長官、ナンシー・ペロシ会議員員長を含む主要な民主党員や、 連邦捜査局の捜査官の処刑の指示が表明されていたことが2021年1月に CNN によって報じられた。例えば2018年4月の今、私たちは彼らを吊るすことができるか。という投稿に対し、グリーンは舞台は整っている。役者は配置されている。我々は忍耐強くなければならない。これらが完全に遂行されなければ、 リベラルな裁判官たちは彼らを失望させると回答していた。グリーンは報道内容の信憑性については否定せず、代わりに CNN の記事は正解進出前の私の時代に焦点を当てたもの、私のページはチームで管理していたと述べ、そして CNN は私の見解を示したものではないコンテンツを報じたのであると主張した。進歩的な用語団体である。 ピープルフォーザ、アメリカンウェイは、グリーンの発言をめぐって、彼女を、会員から追放することを正式に求めた。これを成し遂げるには、会員の3分の2からの指示が必要となる。2020年の最初の予備選の後に、ポリティコは、グリーンが投稿した、人種差別主義、反ユダヤ主義、イスラム教府省の見解の表明した動画を、再公開した。 グリーンの偏見と旧アノインーロニへの支持は共和党会員指導者のケビン・マッカーシーと共和党会員内幹事のスティーブ・スカリスから非難された。グリーンのソーシャルメディア上への投稿や出版物のいくつかは2020年の選挙戦を通してウェブ上に残った。グリーンの投稿は2021年1月に注目を浴びた後に彼女自身により削除された。 グリーンは、ヒラリー・クリントンは、数々の殺人の首謀者、民主党エリートがサタニックな児童の、性的人身売買を取り仕切っている。2017年、ラスベガス銃乱射事件は、政府が指揮した、フロリダ州、パークランドのストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件は、銃規制推進を目的とした偽旗、攻撃、サンディフック小学校銃乱射事件は俳優による、芝居。 バラク・オバマ元大統領とその顧問のバレリー・ジャレットは実はイスラム教と9.11事件におけるペンタゴンへの飛行機突撃は鉄造などの多くの根拠に乏しい陰謀論を支持している。グリーンはまた2018年のカリフォルニア州のキャンプファイアの原因はロス・チャイルド社の宇宙太陽光発電機によるものであるという反ユダヤ主義の陰謀論も支持した。 ピザゲートとキュー・アノン・グリーンはヒラリー・クリントンが小児性愛者及び人身国組織に関与していると主張し2017年にはピザゲート陰謀論が真実であるとして指示したさらにグリーンはヒラリーが性的の暗殺を繰り返しているというクリントンキルリスト陰謀論も主張したグリーンは2018年に YouTube に投稿したビデオでヒラリー・クリントンが ニューヨーク州での上院議員選挙でライバルとなる可能性があるジョン・ F ・ケネディ・ジュニアを1999年に飛行機墜落事故死に見せかけて殺害したと主張した。2018年にグリーンはフラズレ・ドリップと呼ばれる陰謀論を信じていることをフェイスブックで表明した。フラズレ・ドリップとはヒラリー・クリントンと彼女の側近のフーマー・アベディンが 悪魔的儀式で子供を殺害するビデオが存在し、クリントンが後にそれを隠蔽するために警察官を殺害したという主張である。グリーンはメディアマターズによるこの苦断の報道を共産主義者のブロガーの作品であるとして否定した。グリーンは極運の q、R、の陰謀論を支持しており、2017年の Facebook に投稿されたビデオで陰謀論を聞く価値があると述べた。 彼女はビデオで悪魔を崇拝する自動性愛者の世界的な陰謀団を暴き出せる唯一の機会があり私たちにはそれを実行できる大統領がいると考えると述べた。グリーンは削除された陰謀論系のウェブサイトのアメリカントゥルースシーカーズに民主党を自動性栄光、サタニズム、オカルトと結びつける内容を含む59件の記事を書いていた。2020年に 会員議,議員に立候補した際には、グリーンは、その種の陰謀論から距離を置き、選挙戦中には、旧、または、旧アノンに言及しなかったと述べた。2020年8月の FOX ニュースのインタビューで、彼女は、もはやそれとは、無関係であると主張し、誤った情報を知ったと述べた。偽旗作戦や、鉄道説などの主張2017年に、 フェイスブックに投稿したビデオでグリーンは2017年のラスベガス銃乱車事件が単独犯であることに疑問を停止、武器を所有する権利を制限するために図られたものであると主張した。グリーンは2017年8月のシャーロッツビルの白人市場主義者の集会で反対運動者が自動車に引き殺された事件は内部の犯行であると主張した。2019年に ニュージーランドで起こったクライストチャーチモスク銃乱射事件も同様に偽旗作戦であると考えた。2018年のインタビューでグリーンは9.11同時多発テロ事件でアメリカン航空77便はペンタゴンに衝突しなかったという陰謀説の指示を表明した。彼女はペンタゴンに墜落したいわゆる飛行機に言及し、ペンタゴンの飛行機について証拠が全く示されて、 いないのは奇妙だと述べた。また、同年の保守系の集会で彼女は9.11、事件はアメリカ政府による陰謀の一部であると発言した。2020年8月にメディアマターズ4アメリカで発言が報道されるとグリーンはツイッターでミサイルがペンタゴンに命中したと主張する人々もいる。私は今、それは正しくないことを知っていると述べた。グリーンは 民主党全国委員会のスタッフのセスリッチは、バラク・オバマの味方のストリートギャングの MS-13 により殺されたと主張している。さらにグリーンはオバマは、実は、イスラム教徒であると主張している。2019年2月のインタビューでグリーンは、最高裁判所判事のルース・ベーダー・ギンズバーグが、別人と入れ替えられて、公の場に現れていることを示唆した。 旧アノン関係の陰謀論ではギンズバーグはその数年前に密かに死亡しており民主党によってそれは隠蔽されトランプ政権下で最高裁判所のリベラル席が失われないするようにするために影武者になり変わられているとされていたギンズバーグは実際にはトランプの任期中の2020年9月18日に死亡しトランプは彼女の公認を任命した スクールシューティング2021年1月にメディアマターズは2018年の Facebook の投稿でグリーンがフロリダ州パークランドで起こったストーンマンダグラス高校銃乱射事件を組織的な偽旗作戦であると主張していたことを報じた。別の投稿では2012年のサンディフック小学校銃乱射事件も偽旗作戦であると主張していた。 同年後半には、私は、ナンシー・ペロシが、ヒラリー・クリントンに月に数回、厳格な銃規制推進を国民に納得させるために、我々には別の学校での銃撃が必要だと、言っていたと聞いていると投稿した。フレッド・ガッテンバーグ、デビッド・ホック、キャメロン・カスキーといった、銃乱射事件の生存者たちは、グリーンの発言を非難し、議会からの辞任を要求した。 パークランドの銃撃事件の生存者で銃規制産制派であるホックはグリーンによってリトルヒトラーと呼ばれた。2019年にジョージア州の銃の権利団体にインタビューを受けた。彼女はホックを犬のように訓練された馬鹿であると急断した。2019年3月のビデオでグリーンはホックを追いかけ回し、彼が自分の目的のために子供を利用していると非難している。 ホックにあったグリーンは彼を弱虫と呼び、彼がジョージ・ソロスから資金提供を受けているという嘘の主張をした。さらに、スノープスはグリーンがホックを狙った、もう一本のビデオが見つかったことを報じた。二本のビデオは2019年3月25日の内容であり、一本目はグリーンの Facebook アカウントでライブ配信されたもの、二本目は2020年1月に、 グリーンの YouTube アカウントにアップロードされたものであった。WRCBTV の記者のメレディス・アルディスは2021年1月27日にタウンホールイベントでグリーンがホックに嫌がらせをしているビデオの件を質問しようとしたが逮捕すると脅された。一連の言動が明るみになった直後、サンディフックがあるチックから選出された会議員のジャハナ・ヘイズはグリーンを 教育労働委員会に加えないように促す、要望書を下院教和党指導部に提出した。ホックは、NBC ニュースの声明でグリーンは、議会から除名されるべきであるという見解を表明し、マージョリー・テイラー・グリーンを追放しないならば、マッカーシー少数党員内総務は彼女を支持したことになると宣言した。反ユダヤ主義とホワイトジェノサイド2018年、グリーンは、 シオニスト市場主義者たちがネイティブの白人層にとって変わる移民でヨーロッパを溢れさせようと凶暴しているという反ユダヤ主義のホワイトジェノサイド陰謀論を唱えるビデオ with オープンゲーツザ・フォース v コレクティブスーサイド・オブ・ヨーロピアン・ネーションズをシェアしたメディアマターズによって報じられたこのビデオは難民支援者たちが移民の不評を利用して 人類史上最大の虐殺を犯していると主張するものであった。グリーンはビデオをシェアする際に、これは国連が世界中で望んでいることだとコメントした。彼女はまたユダヤ系の実業家で、ホロコースト世存者のジョージ・ソロスをナチス呼ばわりした。彼女はソロスの家族がハンガリーのナチスと協力し、未完了のことを続けようとしているという陰謀論を主張した。 キャンプファイア陰謀論2021年1月、様々なメディアによって2018年11月に、グリーンのフェイスブックアカウントがカリフォルニア州のキャンプファイアについての陰謀論をシェアしていたことを報じた。これは、カリフォルニア州知事のジェリー・ブラウン、PG&E、ロス・チャイルド &CO、ソーラーエンが関与した宇宙太陽光発電機が、 原因で大火災が起こったという陰謀論である。ロスチャイルド家は、ユダヤ人銀行家の国際的な陰謀団として、遅くとも19世紀から、数多くの反ユダヤ主義者の陰謀論の標的となっていた。アメリカユダヤ人小機関代表者協議会や名誉、既存防止同盟といったユダヤ系団体はクリーンが反ユダヤ主義を帯びた陰謀論を支持していることを批判し、 コメンテーターなどからは彼女は嘲笑の的となった。フレッドガッテンバーグはクリーンを批判し、彼女は私の娘がパークランドで死んだことを否定している。それでも私の名前がガッテンバーグでユダヤ人だから彼女は私が森でレーザーを発射して火事を起こしたと考えていると述べた。太陽エネルギー会社のソーラー園は宇宙太陽光発電は 電磁スペクトルの可視光部分を使って電力を発しなかったために陰謀論者が言う青い光線は観測できないことシステムはレーザーを使っていないためにレーザービームはないことソーラーエンと PG&E の契約は2015年に終わっていることソーラーエンは2021年までに太陽光発電衛星を宇宙に打ち上げことがないことなどこの陰謀論に関する 根本的な問題を指摘した。グリーンの先導的言動と陰謀論の推進は民主党員によって非難された。会議員のデビー・ワッサーマンシュルツは全ての委員会の任務からグリーンを除名するように働きかけ、選挙前と任期中のグリーンのゾッとするような行動は国内テロリズムを助長し、同僚の命を危険にさらし、会員議会全体に恥をかかせた。 彼女の行動と発言、そしてそれらを否認することに対する攻撃的な拒絶に基づき、これらの二つの影響力のある委員会の重要な仕事に参加することを許可されるべきではないと述べた。2021年2月1日、会員多数党内総務のステニー・ホイヤーは、少数党内総務のケビン・マッカーシーと、その他の会員共和党指導者らに72時間以内に、 グリーンを委員会から降ろさなければ、民主党は、ワッサーマン主立の決議案を会員で取り上げると伝えた。マッカーサーは、グリーンの発言を、非常に不穏と評した。共和党幹部がグリーンを非難する圧力を強めている、中、上院少数党内総務のミッチ・マコーネルは、ザヒルで声明を発表し、愚かしい嘘と、陰謀論は、共和党のガンであると言って攻撃した。 声明で名指しはされなかったものの、紛れもなく、グリーンが明らかに標的にされていると報道された。マコーネルは翌日、グリーンについての自身のコメントを参照し、私は自分の気持ちを十分に話したと思うと加えて、それを認めた。マコーネルはさらに、9.11事件で、ペンタゴンに飛行機が突っ込まなかったとか、数々の恐るべき、 スクールシューティング事件は仕組まれていたとか、j f k ジュニアの飛行機事故は、クリントン家の仕業だとか主張しているものは、現実世界を生きていない。こんなことはアメリカに住む家族が直面する課題とは、何も関係がないし、我々の党を強くすることができる中身ある活発な議論の対象でもないと述べた。これに対しグリーンは、共和党にとっての本当の癌は、 かっこよく負けることしかできない弱い腰の共和党員たちだ。だからこそ我々は自分たちの国を失いつつあるとツイッターで反論した。マコーネルの声明に続いて他の複数の共和党上院議員もグリーンに対する批判を表明した。ミッドロムニーは大きなテントは保守派も狂人も両方収容できるほど大きくないと述べた。 ケビン・クレーマーは、スクールシューティングは芝居であるとする彼女の見解を、引き合いに出して、教育委員会に所属することを支持するのは困難と、述べ、さらに、現実権限には、道徳的権限があると付け加えた。フロリダ州の上院議員両名は、ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件が現実では、なかったかもしれないという発想を非難し、特にマルコルビオは、偽旗作戦を主張する者は、 混乱しているか、サディストだと述べた。グリーンは、批判を利用して新たな資金を調達し、自分の議席を守る必要があると述べた。2021年2月2日、マッカーシーは、グリーンと面会した後に、共和党議員の委員会職務を担当する、会員共和党運営委員会の会合を開いた。その当日は、結論を下さなかったが、 グリーンは2月3日の共和党議員連盟会議で、ドナルド・トランプの2回目の弾劾で、賛成票を投じたリズ・チェーニー議員の処遇とともに、主要な議題となった。グリーンはトランプ元大統領の支持を続けており、マッカーシーは、党の支持を保ちつつチェーニーとグリーンの処遇を決めるという問題を抱えた。昔の発言に関する論争が過熱したため、 グリーンはソーシャルメディア上の古い投稿を削除し、2021年2月3日の会員共和党会議の前に自身のソーシャルメディアのコンテンツは自身の人柄を反映していなかったと主張した。彼女のコメントの後に出席者の約半数が立ち上がり、拍手喝采を送った。同日に民主党が管理する。 会員議事規則委員会はグリーンを委員会から除名するというワッサーマンシュルツの決議案を通過させた。一方でマッカーシーはグリーンに不利な行動は取らないと述べた。会員議長のナンシー・ペロシはグリーンに目住したとしてマッカーシーを非難し彼をマッカーシーと呼んだ。2月4日委員会からのグリーンの除名を問う投票が会員で行われた。賛成は230票。 反対は199票であり、民主党議員全員と共和党議員11人が賛成票を投じた。クリーンの発言は、アメリカユダヤ人小機関代表者協議会と共和党、ユダヤ人連合から非難された。クリーンのツイッターアカウントは2021年1月17日に12時間にわたって凍結された。ツイッターの広報はクリーンが、 複数の違法行為のために制裁を受けたと発表した。ツイッターの対応は、議会議事堂襲撃事件後に、数千の旧アノン関連アカウントを削除する、掲げた会社の方針に基づいていた。凍結前のグリーンの投稿には、不正選挙をめぐる、虚偽の主張とジョージア州の選挙管理人が、その主張を相手にしなかったことを非難する声明が、含まれていた。 翌日凍結が解除されるとグリーンはツイッター社を非難した。2021年2月9日、10歳のダウン症の息子を持つショーン・ホームズはウィットフィールド軍で開催された共和党会議でグリーンと対峙した。グリーンはダウン症の人を指してリタードという言葉を使ったことを問い詰められると、それは俗語であったと思われます。 実際に辞書にも載っていますと前置きした上で、それについてお詫びします。誰にとっても不快ですと述べた。グリーンは第6選挙区にあるアルファレッタに長らく住んでいる。会議員は自身が選出された州に住むことが義務付けられているが、必ずしも選挙区と同じ場所に住む必要はなく、従って地元、アルファレッタから第14選挙区に出馬することは、法的には問題なかった。 しかしグリーンは第14地区からの出馬を検討した直後、実現すればそこへ移住するつもりであると述べた。彼女はその後、ポールディング軍に家を購入した。グリーンは先制までに同じく第14選挙区にあるロームに移った述べた。FEC に提出された書類ではアルファレッタ在住となっている。2020年8月11日の Facebook へのと、 投稿でグリーンは1995年にペリー・グリーンと結婚したことを明かした。夫婦は子供を3人も受けている。2012年7月3日、グリーンはフルトン郡上級裁判所の家庭裁判部に離婚を申請した。夫婦はそれぞれ弁護士をつけたが、裁判所は申請を許可せず、2012年9月11日に帰却された。グリーンには、 離婚届を提出する前に複数の不倫関係があったと報じられているが彼女自身はそれを否定している。2011年のビデオでクリーンは幼少期から家族と共に教会に時々通い7歳の時に初めて洗礼を受け学校の授業で初生態を受けたと語った。彼女は結婚後に夫と通っていた教会がとんでもないスキャンダルに遭遇したと語った。 彼女は、その後、アルファレッタを拠点とする福音派メガチャーチネットワークで、ある、ノースポイントコミュニティ協会で再洗礼を受けた。グリーンはその後自身の信仰について語り、私の信仰と私の家族の価値観をワシントンにもたらしたいと述べている。ありがとうございます。